これからご紹介する作品は、富谷和明さんが油絵の絵画で描いた白馬の絵です。タイトルはトロです。この作品は1993年に描かれた馬の絵画です。ブルーとグリーンの色のハーモニーが抜群に美しい馬の絵画です。湖の岸辺で草をはむ2頭の白馬は親子でしょうか。とても穏やかな雰囲気に2頭の白馬が包まれています。この馬の絵の油絵の絵画は制作されてから25年以上が経過していますが、保存状態は完璧で、色落ちや剥離、シミなど一切ない美しい馬の絵画です。富谷和明さんのコレクターやファンの方にはもちろん、白馬や馬の絵をお探しの方に心からお勧めしたい油絵の絵画です。